やばい、乾燥が凄まじい。あと静電気がすごいですね。今日はパックをしようかな。もう乾燥がえぐすぎてびっくりした、いやー本当に、はい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 、部屋を片付けないとやばい。
今日は丁寧なナイトルーティンでもしようかな。陛下が実はしたように寝坊して劇場と明治神宮だけ。お、明治神宮いいですよね。寒いよね、それな。寝るときはジェルピケの靴下履いてます。痛い。化粧水が乾燥しすぎるとね、私化粧水が染みるんですよ。お湯も飲んだ方がいいそうです。あ、そうなんだ。あのね、鼻かみすぎてここがもう痛くて。そう、話せるってカシミヤのさティッシュを使ってるんだけど、今岡村貧困で水族館に行ってみようと思う。水族館ね、
もう乾燥に耐えられません。10分だけパックする。なんでこんな、なんか私パック苦手なんですよね。これドゥルドゥルになるから顔周りが。何これかわいい。スノードームかわいい。
鈴木そのかさん、どなた、ちょっとわからない。呼ばれてるこれ、あ、そう、こういう感じで、犬神家って何？犬神家、こうショールーム、パックネキでも始めようかな。パックネキって言って、だって女の子ってさ、パックしてる姿なんてさ、好きな人とかにも見られたくないし、みたいな。だから公に出すのなんて絶対無理だし、みたいな人いるじゃん。私、全然 OK だよね。全然 OK って感じだから。なんかむしろなんか、なんて言うんだろう。なんか、非日常より私日常を感じられる女優さんとかが好きなんですよ。なんか普段私生活が謎に満ちてるとかってより、私生活で普通にうちらと同じように旅行行ってたり、カフェに行ってたりみたいなね。そうそうそう、そうなんですよ。皆さん、今日はどのような一日でしたでしょうか。もういいかな、パック。私は最近ネットフリックスのルパンにハマってて、12時間で働いてる。あら、お疲れ様でした。本当に私は今日は久々の休日だったので、まだ仕事終わんない。頑張って。お疲れ様です。
私は本当に舞台も昨日で終わりまして、そう舞台も昨日で終わりまして、で久々の休日といった感じだったのでですね、まあお昼じゃないな10時ぐらいまで寝まし、昨日は夜更かしをちょっとだけしてルパンを見ながら、ルパンを見て、違うあのね、ネットフリックスで今やってる、そのなんか藤子ちゃんの方じゃなくて、あのLUPAN ルパンってやつがあるんですけど、もうむっちゃおもろくて、そう1話から引き込まれちゃって、試しに見ようとか思ったら、だからもうそれでさ3時ぐらいまで見ちゃって、もう限界が来て、確か2時半ぐらいにで、今日の朝10時ぐらいまで寝て、で朝起きてフルーツを食べながら、昨日舞台でですね、舞台のプレゼントでね、ゲームのソフト、スイッチのソフトをいただいたので、やるおーと思って、かれこれ4時間ぐらいスイッチして、で準備して、フルーツ食べながらねスイッチしたの。フルーツ食べてスープ飲みながらスイッチして、で夕方になったら、りなちゃん、オカリナとね、元イケメンのオカリナと鍋行こうぜっていう話してたから、お鍋に準備しようと思って、準備してお鍋食べて、で帰ってきてお風呂に入って、ちょっと丁寧なナイトルーティンをしているという現在だと思う、現在です。痛い、本当に痛い、なんで、ビタミン C 使ってるからだ、絶対。まあこんな感じで、そう、鍋っていうか水炊き、水炊き私大好きなんですけど、水炊きを食べて、とても充実した一日でした。私メラノ CC っていうさ、化粧水あるの知ってますか？ビタミン C 系のなんですけど、メラノ CC のねやつを友達、そう黄色いパッケージのやつ、メラノ CC のやつしみるんだよね。でも最近ビタミン C で生成していかないとさ、しみるんだ、やっぱ
なんか染みるとさ、肌にと相性合ってないっていうね。でもやっぱビタミン C って染みるよなって思いながら聞いてたけど、ラーメンし、ラーメンかける鍋、ラーメン、水炊き、水炊き食べて、いろいろ食べて、でもで最後に豚骨ラーメン食べて、終わりみたいな。そう、麺食べると100倍食べる、もちろん。本当は柏が良かったんだけど、柏ご飯なんてなかったからさ。九州個室居酒屋って川田さんなかったから諦めて白米にしました。柏っていうか、まあ鶏飯ですね、要するに。水だけを取り抜くだよ。
美容液。期末テストの時期ですね。確かに頑張って、ほいてぃ。鼻がジュルジュルで、いやー疲れますね。ナイトルーティーン中のかな。でも寝てるし、友達と電話したからってわけにはいかないで、家まで配信来てから、あら、ありがとうございます。頑張ってね。のスイッチのゲーム、スプラトゥーン、スプラトゥーンいただきました。嬉しい、我慢してたから。
こたつはないです。皆さん良い1週間になりますように。そう、元気でいてください。 You too だって。本当だよ。よいしょ。
明日からここに帰るのね。ありがとうございました。確かね、最近一人用のこたつ売ってあるじゃないですか。就寝中肌が、あのシュッてやるやつがあるんです。シュッて、あれやると一瞬で肌が通るっていうねやつがあるんですよ。でもその代わり乾燥するから今は使ってないっていう状況ですかね。広げるブリーズライトして、何それ、ブリーズライトって。ブリーズライト、そうなんだ。こんなのがあるんだね。マジで鼻片付けないと、鼻じゃない部屋片付けないとな。鼻詰まってる。こちらこそ韓国からいつも来てくださりありがとうございます。あの姉さん、みんなも遠いところから来てくださりありがとうございます。平日とかもね、休日もやりたいこともいっぱいあるでしょうに、すいません、ありがとうございます。いやー寒いですね。体調は大丈夫だけど鼻が詰まってます。なおちゃん、お誕生日おめでとう。何歳から？ 27 歳？何歳だろう、なおちゃん。確かね、5個上とかなんですよね、なおちゃんって。確か私と違ったっけ？ 6 ちゃい？25か6です。薬飲んでるよ。喉の痛みはもう全くないから本当にありがたい。けどその代わりに、その代わりに鼻が詰まっちゃったっていう状況なの今。かゆい。
皆さん寝ますか。もういい時期ですわ。洗面台が広いお家に住みたいな。よいしょ。ほんじゃランキング読みましょうか。13位、石膏さん、雪道さん、なんて読むの。12位、アルさん、父ダニさん。10位ジャリックさん。9位ベルちゃん会長さん、ミスさんとは。8位オムライスさん。7位つむじかゆさんだ。よいしょ。6位ちくわ豆腐さん。5位まさかずさん。4位きみよこさん。3位ジェームスさん。2位園長さん。1位あの姉さん。ミスさんが最高でした、ということでということでありがとうございました。また またいつか、はい、ちょっとこれが治ったらギター配信でもやろうかしらみたいな感じなんで、治るまで待ってください。それではおやすみ。バイバイ。